F-35A 戦闘機ブロック4で採用するジェットエンジンで、アメリカが F-135EEP か XA-100 のどちらを選択するのか、興味深い事案が出てきました。今回は F-35A 戦闘機に採用する次世代エンジンを詳しく見ていきますね。やはり、車と同じで、大容量、耐久性、発電能力は大事なとこ。日本としては、ここに XF-9 エンジンをバンバン積んで、日本の F-35A 戦闘機は最高傑作にすると妄想してしましました。それより、F-15 戦闘機の代替えとして、新進を量産化計画でどうでしょう。2022年の末、日本の航空自衛隊が運用している戦闘機は F2、F-15J イーグル、F-35 ライトニング 2A 型の3機種となっており、機体数としては F-15J イーグルが最多で日本の領空を守る防空のようであるということができるだろう。これらの3機種の中では F2 戦闘機が2035年からの退役が見込まれているため、この12月には、それを代替する次期戦闘機の開発を、イギリス・イタリアとの間で、共同で行うことが、正式に公表され、大きな注目が集まった。それは、これまで、太平洋戦争後の日本の航空自衛隊においては、戦闘機の共同開発先は、唯一の軍事同盟の締結国であるアメリカに限定されていたことが大きく、その常識が、初めて覆される事態を迎えたという点が最大の理由と言えよう。現状では今後航空自衛隊が保有する戦闘機はこの時期戦闘機がおよそ90機 F-15J イーグルに近代化改修を施すものが約100機そして機体数で最も多くなると考えられているのが F-35 ライトニング2の147機である。この F-35 ライトニング2の内訳は、通常滑走路で運用する A 型が105機、垂直着陸、短距離離陸が可能で、出雲、片子 A 艦の艦載機となる予定の B 型が42機で、これら2機種の合計で、計147機となることが計画されている。F-35 ライトニング2は言わずと知れた、アメリカの軍事航空企業大手のロッキード・マーチン社が手掛けた、いわゆる第5世代戦闘機であるが、アメリカの同盟国もしくは友好国が調達可能な、唯一、無二のその範疇の機体である。そのため、本国のアメリカ以外でも、日本を含めて16カ国に及ぶ西側諸国が導入を決定しており、ことに、ヨーロッパにおいてはドイツも加わったため、一定規模以上の国で、未導入の方が珍しく、残るのは、フランスやスペインとなっている。ただし、現時点では、F-35 ライトニング2を、アメリカ本国以外で数多く導入しようとしているのは、やはり、147機を予算化している日本で、次が、72機のオーストラリア、その次が、64機のフィンランドと続き、50機以上は、今のこと、ロコの3カ国のみとなっている。これらに比べて、本国であるアメリカの F-35 ライトニング2の調達予定数は、まさに桁違いであり、空軍が A 型1763機、海軍が、カタパルト対応の C 型273機、海兵隊が B 型353機、C 型67機と他国に比べ群を抜いた、調達計画が進められている。中でも、アメリカ空軍の A 型の1763機という数字は、同国軍内はもちろん、世界的に見ても調達される F-35 ライトニング2の圧倒的な多数を占めるもので、切れ、ゆえに、同機の今後の動向について、大きな影響を及ぼすことは、想像に難くない。これまでも、F-35 ライトニング2は、広く西側諸国に採用されることになった反面、先進的な機体としては、キレ、
ゆえのトラブルも抱えてきたが、なんとか、その度に対策を繰り返しながら、実用に耐えうる能力の獲得を続けてきた経緯がある。そうした努力の積み重ねもあって、F-35 ライトニング2の初期作戦能力の獲得は、A 型が2016年8月、B 型が2015年7月、C 型が2019年2月に宣言されており、この時期だけ見れば、構造が複雑な B 型が、最初というのは、意外な感じも否めない。F-35 ライトニングには、その機関部には、プラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンを単発で搭載しており、同エンジンは、世界初の第5世代戦闘機として登場した F-22 ラプターに搭載された F-119 を改良した形式のものである。この F-35 ライトニング2が搭載するプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、二軸式のアフターバーナー機能付きのターボファンエンジンであり、これにより、同機は、マッハ 1.2 の超音速巡航で飛行する能力を備えているとされる。ただし、現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、構成する部品の一つである、エンジンブレードの耐久性が、想定よりも低く、そのメンテナンス作業の多発によって、大幅な稼働率の低下が、アメリカ軍内部で問題視されている。この問題に対処する方法として、アメリカ軍は、1現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンに、改修を施すことで対応、2新開発のアダプティブエンジンを採用し換装することで、対応という、いずれかの選択を迫られている。2の新開発のアダプティブエンジンとは、アメリカ空軍が2016年に開始した AETP、アダプティブエンジントランシジョンプログラムで開発を進めているもので、次代の戦闘機用エンジンのために立ち上げられた計画である。この AETP、アダプティブエンジントランシジョンプログラムが目指しているエンジンは、既存のものより、燃料消費量で 25% の改善、推力で 10% の向上が達成すべき数値目標として打ち出されている。燃料消費量が 25% 改善されるということは、同じ重さの燃料を搭載した場合、それに比例して、航続距離や作戦行動半径が延伸されることを意味しているため、現場においては、従来以上の幅を持たせた運用が可能となる。アダプティブエンジンは、その特徴として、アダプティブファンの制御によって、空気吸入口から取り入れる気流を、その飛行時点で搭載する機体が必要とする最適値の質量及び流量に調節できる点が挙げられる。そのため、アダプティブエンジンでは、それを搭載する機体の飛行する速度や高度に対応したバイパス比に変更することを可変サイクルによって可能としており、それにより高出力と高燃費の両立を図ることに成功している。すでに、アダプティブエンジンは、現行の F-35 ライトニング2用の F-135 エンジンを供給しているプラット&ホイットニー社製の XA-101、そして、そのライバル社であるゼネラル・エレクトリック社製の XA-100 が、プロジェクトのために製造されている状況だ。この2社のアダプティブエンジンについては、ゼネラル・エレクトリック社製の XA-100 の方が先行して、アメリカ軍の性能試験を終えており、従来比の燃料消費量で 25% の改善、推力で 10-20% の向上が認められた。加えて、ゼネラル・エレクトリック社製の XA-100 は、今後、ますます戦闘機が使用する電力が増加すると考えられる中、それに伴う発熱の処理も課題となることに対し、冷却能力も従来比の 50% 増を達成していると言われている。こうした試験結果の数値を根拠に、
ゼネラルエレクトリック社は、自社の開発した XA100 を F35 ライトニング2A 型に実装した場合、航続距離にして約 1.3 倍、加速度にして約 1.2 倍の能力向上を行えるはずだとコメントしている。プラット&ホイットニー社製のアダプティブエンジンである XA101 は、今後、アメリカ軍による性能試験が行われるのだろうが、同社としては、現行の F135 エンジンの改修を行うことで、現状の独占体制を維持できる方向を狙っているようだ。この状況に対して、アメリカ議会は、現行のプラット&ホイットニー社製の F135 エンジンの改修を行うことは、同社の独占一社独占体制を意味することから反対し、2社によるアダプティブエンジンの供給を施行している状況にある。台湾有事を想定した場合には、もっとも F35 ライトニング 2C 型の航続距離の延伸に期待しているのはアメリカ海軍のようにも思えるが、同空軍ほどの機体数ではないためか、海軍は、この件への積極的な主張は、控えているように見える。ただ、アメリカが、仮に、F35 ライトニング2へのアダプティブエンジンの搭載を決断するにせよ、日本をはじめとする、調達国には、その余波は及ばず、現行のプラット&ホイットニー社製の F135 エンジンの改修しか行われないと思われる。